ねえ、マリサ、正義のヒーローが悪に落ちるって展開、よく見るけど、プリキュアでもそんなことが起きるの。ああ、霊夢、実はプリキュアシリーズでも、悪落ちするプリキュアがいるんだぜ。ええ、それってかなり衝撃的ね。でも、あまり見かけない気がするわ。それもそのはずだ。プリキュアでの悪落ちは、実はタブー扱いされてるんだぜ。タブーって、どうしてそんなに厳しくされてるの？その理由は長い歴史の中にあるんだが、今日はその辺を詳しく掘り下げていくぜ。気になるわね。じゃあ、早速教えてよ。おう、それじゃあ、まずはプリキュアシリーズの中で悪落ちしたキャラたちを、いくつか紹介していくぜ。興味深いエピソードが盛りだくさんだから、楽しみにしててくれ。マリサ、なんで悪落ちがタブーになっちゃったの？実は、二人はプリキュアマックスハートに雪空の友達で、キュアブラックとキュアホワイトが敵に洗脳されて、悪落ちする展開が初めて描かれたんだ。だけど、その展開が、見た子供たちにとって、トラウマになるほど衝撃的だったんだよ。そんなに？どんなシーンだったの？フリーズンとフローズンっていう敵が、キュアブラックとキュアホワイトの心を凍らせて、彼女たちを同士打ちさせるんだ。それまでずっと仲良く戦ってきた二人が、突然戦わされるシーンは、子供たちにとって特にショッキングだったんだぜ。それは確かに怖いわね。自分が大好きなキャラクターが、急に悪いことをするのは、見ていて辛いものがあるわ。そうなんだ。だからこの映画の後、プリキュアシリーズでは、悪落ち展開が避けられるようになったんだ。それで、他のシリーズではどうだったの？その後、洗脳されたり、一時的に悪に染まる展開は、他のシリーズでもあったけど、雪空の友達ほどの、直接的な悪落ちシーンは少なくなったんだ。そうなのね。子供たちの反応を考えて、制作側も配慮したのね。その通りだぜ。でも、悪落ち展開はタブーとされながらも、その裏には深いドラマや、キャラクターの成長が描かれていることが多いんだ。確かに、一度悪に落ちてから立ち直ることで、キャラクターが強くなるって展開は、見応えがあるわね。マリサ、次に取り上げるのは、ハピネスチャージプリキュアから、キュアミラージュよね。そうだぜ。このキュアミラージュは、300年前に活躍していた伝説のプリキュアで、かつてはブルーと共に戦っていたんだ。ええ、でも、どうして悪に落ちてしまったのかしら。キュアミラージュは、ブルーを愛していたんだが、ブルーが彼女の元を去ってしまったことが、大きなショックだったんだ。それで心が傷ついてしまったのね。でも、それだけで悪に落ちるなんて、愛が重すぎるわ。確かにな、その重い愛が原因で、ディープミラーにつけ込まれたんだ。それで洗脳されてしまった。でも、これは本人の意思ではなく、あくまで洗脳による悪落ちだったんだぜ。なるほどね。でも、どうやってその洗脳が解けたの？実は、最終的にミラージュの洗脳を解いたのは、ブルーとラブリーの説得だったんだ。ブルーが再びミラージュに向き合い、彼女に真実の愛と許しを伝えたことで、ミラージュの心が解放された。その瞬間に洗脳が解けて、彼女は元の姿に戻ったんだぜ。そうだったんだ。最後はブルーがきちんと向き合ったのね。でも、最初からブルーがちゃんと向き合っていれば、こんなことにはならなかったんじゃない？それは言わないお約束だぜ。でも、確かにその通りだ。ブルーも反省してるはずだぜ。恋愛って複雑ね。次に注目するのは、同じくハピネスチャージプリキュアに登場する、キュアテンダーよね。ああ、キュアテンダーは、キュアフォーチュンの姉で、本物のプリキュアとして活躍していたんだ。え、本物のプリキュアが、どうして悪に落ちたの？それがクイーン・ミラージュによる洗脳なんだ。キュアテンダーは、ファントムとの戦いに敗れて、プリキュアの墓場に封印されていたんだが、そこをミラージュにつけ込まれて、洗脳されてしまった。そうなのね。でも、自分の妹や仲間と戦うなんて、それは悲しすぎるわ。その通りだ。ミラージュは、キュアテンダーがフォーチュンの姉であることを、知っていたから、それを利用してプリキュアたちを動揺させようとしたんだ。それって、絶対にまともに戦えないわよね。実際にどうだったの？プリキュアたちは、キュアテンダーとの戦いに苦戦したんだ。彼女を傷つけたくないという思いが、足かせになって、防戦一方だった。それは辛いわね。でも、どうやって洗脳が解けたの？キュアテンダーの洗脳を解いたのは、キュアラブリーの強い意志と、フォーチュンの姉を救いたいという気持ちだ。ラブリーは、テンダーに向かって、自分がどんなに傷つこうが誰かを守る。っていう姿勢を示したんだ。その姿がキュアテンダー自身のかつての姿と重なり、彼女の心に響いた。じゃあ、テンダーは自分の過去を思い出して、それで洗脳が解けたのね。そうだ、その記憶の復活がきっかけで、イノセントフォームの力を借りたプリキュアたちが、テンダーを浄化して、彼女を元の姿に戻したんだぜ。なるほど、やっぱり姉妹の絆は強いわね。でも、本物のプリキュアが悪落ちするなんて、それって今までのシリーズじゃ、タブーじゃなかったの。キュアテンダーは本物のプリキュアで、それが敵として現れたんだ。視聴者にもかなりの衝撃を与えたぜ。一部の視聴者は、どうせまたファントムの女装だろって、思ってたみたいだけど、実際に本物のプリキュアが敵になるなんて、それは驚いたでしょうね。その通りだ。だから、キュアテンダーの登場は、プリキュアシリーズにおいても、一種のタブー破りだったんだぜ。
マリサ、それじゃあ次は、ゴープリンセスプリキュアから、キュアスカーレットの話をしましょうか。了解だぜ。キュアスカーレットは、元ホープキングダムのトワ王女で、炎のプリンセスとして活躍する、4人目のプリンセスプリキュアなんだ。王女だったのね。それがどうして悪に落ちたの？実はトワは幼い頃に、ディスピアに誘拐されて、記憶を改ざんされてしまったんだ。そして、ブラックプリンセスとして、悪の道に進んでしまった。そんな過去があったのね。でも、どうやってキュアスカーレットに戻れたの？それは、彼女の兄であるカナタが、昔一緒に演奏していたバイオリンを、奏でたことがきっかけだったんだ。音楽の力で記憶が戻ったのね。でも、記憶が戻っただけで、すぐにプリキュアにはなれなかったんじゃない？その通りだ。記憶が戻ったトワは、自分の罪に苦しみ、一度は絶望してしまったんだ。簡単には立ち直れないわよね。でも、フローラの言葉や、兄の言葉を思い出して、トワは再び夢に向かって進む決意をしたんだ。それでプリキュアになれたのね。そうだ、その決意が、ブラックプリンセスへの変身に使われていたブラックキーを、元のドレスアップキーに戻し、トワを正式にプリンセスプリキュア、キュアスカーレットに選んだんだ。なるほど。キュアスカーレットのスカーレットとは、高貴さと罪悪を象徴する色なんだ。英語のスカーレットには、古風な意味で罪深いや極悪のという意味もあるんだ。それって、彼女の過去と深く関係しているのね。その通りだ。キュアスカーレットは、自分の罪が決して消えることはないと、自覚しているんだ。でも、その罪を抱えたまま、グランプリンセスを目指すという決意で、覚醒したプリキュアなんだ。自らの罪を認めた上で、それでも夢を追い続けるなんて、彼女の覚悟は本物ね。ああ、プリキュアに選ばれたことで、罪が許されるとは考えていない。だからこそ、その名前が彼女にぴったりなんだぜ。さて、次はキラキラ星プリキュアアラモードから、キュアジェラートの話をしようかしら。いいぜ、キュアジェラート。本名は縦陣葵。彼女はロックが好きなクールなプリキュアだ。そんな彼女が、悪落ちしちゃうなんて、一体何があったの？実は、第27話で、憧れのバンドリーダーである美咲彩音との対決に、敗れてしまったんだ。それで落ち込んでしまったのね。ああ、それだけじゃなく、スイーツ作りもうまくいかず、敗北感に打ちのめされてしまった。そこをエリシオに漬け込まれて、キュアジェラートの姿のまま、悪落ちしてしまったんだ。なるほど、その状態で、何をしようとしたの？キュアジェラートは、コンテスト会場を破壊しようとしたんだ。それは大変。でも、どうやって止められたの？そこに駆けつけたのが、キュアホイップたちだ。彼女たちがジェラートに呼びかけて、なんとか彼女を立ち直らせたんだ。それでプリキュア同士の戦いは回避できたのね。そうだ、一時的な悪落ちではあったけど、葵が仲間たちのおかげで元に戻れたのは、本当に良かったぜ。本当に、仲間の力って大きいわね。今度は広がるスカイプリキュアから、キュアスカイの話をしましょうか。おう、キュアスカイはすごいプリキュアなんだけど、実は一度、闇に飲み込まれそうになったことがあるんだ。え、あのキュアスカイが、闇に落ちかけたなんて、何があったの？それは49話でのことだぜ。スカイはダークヘッドに誘い込まれて、アンダーグエナジーの影響で、急激に力を消耗してしまったんだ。その状態で意識を失って、キュアプリズムを助けようとして、やむを得ずダークヘッドの力を受け入れることになった。それって、すごく危険な状況じゃない。力を借りることになっても、闇に飲まれそうで怖いわ。その通りだ。スカイはなんとか自我を保ちながら、プリズムを救出して、一時はダークヘッドを圧倒したんだ。でも戦うたびに、徐々にアンダーグエナジーに飲み込まれて、最終的には意識を失ってしまった。そんな、それじゃあ、スカイは完全に闇落ちしちゃったの。実は、ダークヘッドに憑依されて、最高の入れ物として、キュアプリズムに襲いかかるんだ。でも、プリズムはスカイを信じて、無言で向き合い続けたんだ。それでどうなったの？スカイの心の抵抗が、ダークヘッドに打ち勝って、自我を取り戻したんだ。そしてプリズムの光を浴びて、ダークヘッドが消滅して、スカイは元の姿に戻れたんだぜ。そんな奇跡みたいな展開、まさに映画のワンシーンみたいね。でも、それってまさに闇落ちよね。そうだな。でも、スカイは完全に闇に落ちる前に、自分の力で主導権を取り戻したんだ。だから、ある意味で闇落ちというよりは、一瞬だけ闇に触れたって感じだな。それでも、視聴者にとっては衝撃的だったでしょうね。ヒーローが闇に触れるって、それだけでインパクトが強いわ。ああ、キュアスカイのその姿は、短い登場時間でも強烈な印象を残した。だから SNS でも話題になって、トレンド入りしたんだぜ。確かに、それだけのインパクトがあれば、話題にならないわけがないわね。キュアスカイの強さと心の力、それを改めて感じさせるエピソードだったのね。その通りだ。キュアスカイは、闇に飲み込まれそうになっても、最後まで自分を信じ続ける強さを持っているんだぜ。マリサ、さて、今回のおまけとして、ハートキャッチプリキュアから、キュアマリンの話を紹介しようかしら。おう、キュアマリン、本名はキマチエリカだな。彼女っていつも明るくて元気だけど、ちょっと抜けてるところもあるんだよな。そうね、その彼女が、実は夏休みの宿題を、ギリギリまでやっていなくて、とんでもないことになりかけたの。ええ、
それは興味深いな。どういうことがあったんだ。第28話で、夏休みの終わりに近づいた頃、エリカは宿題を全然やってなくて、完全にダラダラしていたのよ。ああ、まさに最後の日にやればいいやってタイプだな。そうなの。その時に、サバーク博士が大量のデザトリアンを生成して、子供たちの心の弱さにつけ込んできたの。なるほど。夏休みの終わりで宿題が終わってない子供たちは、心が弱ってるもんな。そうなのよ。コブラージェがデザトリアンに、宿題が嫌なら学校を壊せばいいって、そそのかしたの。うわ、それで学校を破壊しに行こうとしたんだな。そう、その時に、エリカ、じゃなくてキュアマリンが、あの良ければ中学校もって、言いかけたの。なんだって、エリカ、それって完全に悪落ち寸前じゃないか。でしょ、でもその直後に、コフレが頭突きで押し置きして、なんとか思いとどまったのよ。なるほど、ギャグ会だと思ったら、一瞬本気で危ないところだったんだな。そうなの、結局、学校は無事だったけど、宿題はちゃんとやらないと、とんでもないことになるって教訓ね。ああ、エリカには良い経験になったんだろうな。まあ、宿題くらいちゃんとやっとけってことだな。マリサ、今日はいろいろなプリキュアの悪落ちや、危ないシーンについて話してきたけど、改めてプリキュアって、ただのヒーローじゃなくて、心の強さが本当に大事だって感じるわね。そうだな、闇に飲み込まれそうになっても、自分や仲間を信じて、最後まで戦い続ける、それがプリキュアの強さだぜ。でも、その強さは、一人だけじゃなくて、仲間の支えがあってこそ、発揮されるものよね。そうだな、一人じゃ限界があっても、仲間がいるからこそ、どんな困難も乗り越えられる、それがプリキュアの本当の力だぜ。というわけで、みんなもどんな時でも、自分を信じて、仲間を信じて、乗り越えていきましょうね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。